ジャンドレイことジャンドレイ、シュトリーナカルニエウは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは GK。SC インテルナショナルの下部組織に在籍したが2014年9月に、トップチームで1試合の出場もできずに退団。その後 EC、ノボアンブルコに加入した。2015年2月11日に、カンピオナートがウッショで、ハファエウダウヒが退場したために、シアゴウンベルトに変えて投入されて、 選手初出場。2016年5月に、カンピオナーと語り年生2部の CEA 東ロンに移籍。レギュラーとして一部昇格に貢献した。2017年3月1日にカンピオナーと、ブラジレイロセリエ A のアソシアソン、シャペコエンセジフチボーに、買取オプション付きで、期限付き移籍。当初は、アルトゥール・モラエス、エリアスに次ぐ、第三ゴールキーパーの立位置であったが、 5月14日に全国選手権一部で初出場。同月17日にはコパリベルタドーレス2017に出場し、同大会初出場。第3ゴールキーパーであった彼は一気に正ゴールキーパーへと上り詰めた。同月11月15日に35万レアルで買い取りオプションを行使し、2021年までの契約を締結した。 2019年1月6日、セリエ A のジェノア CFC へ移籍した。ありがとうございます。